私の名前はロバート・リストン。先生、友人が馬車に轢かれて助けてください。何？手術だ。19世紀のイギリスに生きる医者だ。私が生きたこの時代、医学はまだまだ発展途上中。出産によって命を落とす妊婦は1割はいたし、手を洗う習慣や効果も知られておらず、医師が手を洗わずに次々患者を診察するので感染症が横行するような時代だった。馬車で轢かれたという青年の足は無残に折れ曲がり、もう二度と歩くことはできないと一目で分かった。切断術を行う。すぐさま取り押さえよ。はい。手術に必要なのは体の知識とえぐれる勇気。肉を貫く感触が右手に伝わってくる。私は躊躇することなく一気に右大腿部を切断。次は切断部の処理。よし、焼きごてで焼くぞ。はい、止血だ。我慢せよ。切断開始から2分半という驚異の早業だ。この時代の手術とはこういうものだ。麻酔が存在しない時代。やば、下半身がぐちゃぐちゃじゃん。これは早くしないと。損傷した部位を素早く取り除くというのが最善とされていた。手術が長引けば出血が多くなるし、痛みに耐えられない。うわ、やばい、出血多量だ。もう呼吸ありません。平均4分かかると言われている大腿部の切除を2分半のスピードで行う私は、人々から名医と言われていた。だが手術が成功しても8割が出血多量や感染症により死亡。はあ、どれほど救っても報われないな。仕方ありません。あとは患者次第です。人を救うために尽力しても、あとは生命力によるギャンブルだ。その博打のテーブルにつくために、私は冷徹で残忍になる。やだ、手術やだ、やめて。このままでは足が腐り死ぬ。切断して生きる望みにかけるか死ぬか、お前は知りたいのか。知りたくないです。そして手術が終えて、高熱と炎症の苦しみから生還する者も一定数いる。先生、俺生きてるよ。よく頑張ったな。この命の博打に勝つ者の笑顔を見るために、私は腕を振るう。その日も事故により足を複雑骨折した青年が運び込まれてきた。切断するほか生きる道はない。やるぞ。やだ。患者は泣いていたが、それでもやるより他に道はないのだ。切断術を一目見ようと大勢の観衆も集まっていた。先生、ぜひ近くで手術の様子を見学させてください。いいだろう。いつもより多い。緊張するな。評判が呼び、若い医師たちも集まる。これが私の拍動を増やさせた。そして大観衆の中、いつものように切断術は行われた。行くぞ、生きろよ。言葉にならない悲鳴が響く。患者は激痛から逃れようと暴れようとする。凄まじい力だ。しっかり抑えろ。くそ、切りづらい。ほい。だが、とにかく早く終わらせようと私は一心不乱にナイフを動かした。だがその時、予期せぬことが起きた。指が。何？なんと誤って助手の指を切り落としてしまったのだ。手元ばかりを見ていたせいで、不覚にも見誤ったのだ。助けて。誰か患者を押さえるんだ、早く。私は事態を収束するため必死に声を上げた。手術はすでに始まっている。早く終わらせることが何よりも重要なのだ。早く手を隠せ、君、早く。はい。見学に来ていた若い医師を引っ立てたその時だ、さらなる悲劇が襲った。何？なんと私の持っていたナイフが若い医師の股間に刺さってしまったのだ。若い医師が股間を押さえてのたうち回り、現場は一気に騒然とした。おい、刺されたぞ。気が触れたか。落ち着け、一旦落ち着け、手術中だからさ。騒ぎ立てる観衆どもを怒鳴りつけ、手術は無事に済んだものの、こいつはダメだな。股間を刺された若い医師はショックのあまり絶命してしまった。さらに数日後、死んでしまったか。手術後の容態変化に耐えられず、患者は死亡。さらに、なんてことだ。誤って指を切断してしまった助手も、可能エソにより命を落としてしまった。たった一度の手術で3人もの尊い命が失われた。こんなことではいけない。救われるはずの命、失われるはずのなかった命を、もう二度と無駄にはしない。私は不名誉な記録として知れ渡ることとなったが、これを教訓に、手術の痛みを取り除くという課題を掲げ研究を重ねた。そして1846年にエーテル麻酔を使用した初めての無痛手術に成功したのだ。医学は日々進歩している。今日の失敗は明日の成功につながっていくのだ。